それでは最初の講演として京都大学大学院の上田淳平様より光らないから光り続けるを作ると題しましてご講演いただきます。それでは上田先生よろしくお願いいたします。ご紹介ありがとうございます。京都大学大学院人間環境科学研究科の上,京の上田淳平です。この度はナイス,ステップな研究者2019 にえま選定していただきまたこのような講演の機会を与えていただき誠にありがとうございますこの場を借りて関係者各位にお礼申し上げますさて私の本日の講演なんですけれども暗らないから光り続けるを作るというタイトルをつけさせていただきましたこのタイトルは <laughs> 私の研究内容を端的に表すと同時に学生さんも聴講者としているというふうにお聞きしましたので研究を進める上でのメッセージにもなっております。これはスライドの最後の方で触れさせていただきたいと思います。で私の専門分野は無機個体科学でしてここに示すような光,る光機能性材料を研究しております。 で本日はこの私の研究キャリアとその時々で何を考えて研究を展開してきたかなどを織り交ぜて、まあ、どのようにしてこの、まあ、超残光蛍光体なんですけれども、まあ、このような光り続ける蛍光体を開発してきたかというのを紹介できればと考えておりますでまずは最初に私の簡単な自己紹介から始めたいと思いますけれども私は2007年に京都大学の人間環境学研究科の中止課程に入学いたしました そして田辺節久教授の研究室に所属いたしましてその後2009年に同じ研究室の博士課程に進みまして2012年に博士の学位を取得しまして同年の4月から田辺先生のところの助教として着任して現在に至っております。 えですので、これまで一貫して、気道類イオンや繊維金属イオンといったまあ金属イオンなんですけれども、それをえ添加した無機化合物の合成と、光学特性評価の研究に従事して、さまざまな光機能性材料というものを開発してきました。この略歴だけえ見ますと、この13年間、田辺研究室の同じ研究室にずっと所属させてえいただいていることになりまして、 同じ環境で研究をし続けることに関しましては、まあ、メリットとデメリットがあるというふうに考えておりまして、まあ、メリットとしましては、まあ、研究環境は知り尽くしておりますので、まあ、研究基盤が確立しているので、まあ、継続的な研究成果をま出し続けることができるというメリットがあると思っております。 またあのデメリットとして、まあ、研究の幅が狭くなる可能性があるというふうによく言われるわけですけれども、まあ、その点は意識して、まあ、そのような状況にならないように心がけて研究テーマを選択しているわけです。で逆にまあ安定した研究基盤がありますので、まあ、関連分野において挑戦的なテーマにも取り組めているのではないかというふうに感じております。 でまあ、研究の幅を広げるという点では、京都大学の,あの田辺先生のところの研究室というのは非常に国際色豊かな研究環境でありまして、まあ、その点は非常に恵まれていたというふうに感じております。で私は、まあ今えー、と13年間、まあ、所属しているわけなんですけれども、この所属した13年間で、まあ、9人の著名な教授の先生方が、まあ、客員教授として田辺県に3ヶ月から4ヶ月滞在しまして、まあ、研究生活を共にしてまいりました。 で私の、えー、若手研究者の私にとりましては、まあ、毎年のように、えー、海外から著名な先生が、えー、来ていただいて、新たなメンターとして、まあ、研究指導していただけるという,こういう、この環境は非常に贅沢なもので、まあ、勉強にもなりましたし、えー、客員教授の先生方のおかげで、研究もかなり進展したと感じております。 またこのように日本にいながら国際的な環境に身を置くことができまして、まあ、国際的な感覚の獲得やまあ研究分野の拡張にもつながったと考えております。でまあ、13年間所属がまあ変わっていないという話をさせていただいたんですけれども、まあ、これまでさまざまな制度を利用しまして研究留学や在外研究を行ってまいりました。 詳細は省きますけれども、えー、まあ、後ほど研究内容と合わせていくつか、えー、海外での研究の話も触れさせていただきます。けれども、まぁ、あ、様々なこれまで研究室に、えー、滞在して研究を行ってきたわけなんですけれども、やはりまあ現地で研究生活を経験するということが非常に重要であるというふうに、えー、私は感じております。まあ、最先端研究を学べるっていうのはもちろんのことなんですけれども、 まあ、論文には掲載されないようなノウハウであったりとか、まあ、実験上での工夫、えー、装置の組み方研究の取り組み方またはまあ時間の使い方であったり学生の指導方法など、まあ、多岐にわたって、えー、海外の研修で様々学ばさせていただきました。 で若手研究者の時きは、まあ、海外に行って学ぶことばかりだったんですけれども、最近はその協力関係というものが変わりつつありまして、まあ、お互い足りない部分を補うような、まあ、相互補完的な、まあ、相互発展的なと、えー、言ったらいいでしょうかのような、そのような共同研究に変わりつつ、広けておりまして、まあ、共同研究を、えー、多数、えー、展開しているのが現在の状況になります。 でここから研究の話に移っていきたいと思うんですけれども、私の研究を説明する上で必要な白色 LED の背景から説明させていただこうと思います。2014年に赤崎先生、天野先生、中村先生がアウロ LED の開発でノーベル物理学賞を受賞されたというのは記憶に新しいかと思います。でこの受賞,受賞内容を見てみますと、明るく小エネルギーな 白色光源を可能にした効率的な青色 LED の発明というふうになっております。で私の方からは、この3名の先生の素晴らしい研究成果について、まあ、細かに説明するということはいくらしませんけれども、アプリケーションから見て、この青色 LED の開発というのは、白色光源を作るという点で非常に画期的だったわけです。 で皆さんはいろいろな絵の具を混ぜ合わせると黒色になるというのをこれまでに経験していると思いますけれども、光の場合はすべての色を足し合わせますと、えー、白色光に変わります。すみません。えー、白色光に変わります。でえー なので、青色 LED が開発されたことによって、LED で光の3原色が揃うことによって、白色光を実現できるようになったわけです。もう少し詳しく白色 LED の構造について見てみることにいたします。ほとんどの白色 LED というのは3色の LED で構成されているわけではなくて、青色 LED と蛍光体という物質で白色光を実現しています。 でこの蛍光体というものは何かということなんですけれども、えー、蛍光体は高エネルギーの光を低エネルギーの光に変換するような材料のことを指します。 えここでまあ光の色と波長とエネルギーの関係についてま復習したいと思いますけれどもまあ光はえ電子波の一種で波ですでえ波の山と山の長さを波長と言いますけれどもまあその波長が380ナノメートルから780ナノメートルがまあいわゆる可視光と呼ばれるもので人間の目に見える光になりますそしておおよそ400ナノメートル付近の光は青色で 550ナノメートルの光は、えー、緑色。そして600ナノメートル以上は、まあ、赤色に人間の目には見えること、えー、見ることができます。で光のエネルギーは、えー、波長の逆数に比例しますので、えー、比例しますので、えーまあ、波長が短くなればなるほど、まあ、エネルギーが高くなるということになります。 はいでえー、まあこのような青色 LED がまあ開発されたおかげで、まあ、高エネルギーの青色をえ使うことによって、蛍光体はその高エネルギーの光を吸収して、まあ、低エネルギーのさまざまな色で光ることができます。 で、この蛍光体の特性を利用しまして、まあ、青色 LED と赤色や緑色で光る蛍光体を足し合わせることによって、まあ、光の三原色の RGB が実現され、白色を実現できますし、また、まあえー、と青色光と黄色蛍光体だけでも、まあ、この黄色と青の足し合わせによって疑似白色を実現できているわけです。 で私が修士の学生の頃は、この白色 LED 蛍光体の開発の研究が非常に盛んな時期でした。で私も例に漏れず白色 LED 蛍光体の研究をしておりまして、まあ、その後、まあ、今までにわたって13年間研究し続けることになる、中小ヤグセリウムという黄色蛍光体もこの頃からまあ扱い始めました。 でこの写真で示しておりますのが、いわゆる、えー、と黄色蛍光体のヤグセリウムなんですけれども、このように、えー、紫外線を当てると黄色に発光しますで。もちろんこれは青色 LED によっても冷気されるのですが、青色,レ青色光で冷気しますと、えー、このように白色で光ります。というのは、青色光の散乱光と黄色の発光によって、このような白色が実現されるわけです。 でこれはまさに白色 LED の原理となっておりますで。このヤグセリウムの化学式をもう少し詳しく見てみ,てる,見てみることにしましょうで。このホスト結晶、この黄色蛍光帯というのは光らないホスト結晶と光るイオンからなっています。で光らない方のホスト結晶は、イットリウムとアルミニウムと酸化物、酸素でできる結晶になっています。 で、この結晶が鉱物のガーネットと同じ結晶構造を取るので、通称イットリウムとアルミニウムとでできるガーネット構造ということで、頭文字を取ってヤグ結晶というふうに呼ばれます。で、その一部に光るセリウムを入れることによって、このような黄色蛍光体が実現されていますで。この通称ヤグセリウムという黄色蛍光体は、汎用的な白色 LED のほとんどに使われているぐらい有名で、 非常に汎用的なものになっております。で、私の修士の研究の一環として、このヤグセリウムの発光波長を緑色に変換していくという研究にも取り組んでおりました。で、これはヤグセリウムのこのアルミニウムサイトをガリウムという元素で置換していくことによって発酵食が緑色へシフトしていきます。でこちらにその 化学式で5つあるアルミニウムをガリウムに1つずつ置換していった場合の発酵の写真を載せております。この写真からわかりますように、アルミニウムをガリウムで置換していきますと発酵色が黄色色から緑色に変化していることがわかります。さらにガリウム量を増やしますと発酵強度が低下していく様子も同時に見て取ることができます。 この研究においては、私の研究のターニングポイントとなりまして、このヤグセリウムのアルミニウムをガリウムに置換した系というのは、確かに緑色の発酵を実現できるんですけれども、発酵強度が低下していることからわかるように効率が悪いと。つまり、この緑色の蛍光体というのは効率が悪く白色 LED 用蛍光体としては使えない蛍光体なわけです。 でこの研究結果を受けて、いろいろな研究の、えー、進め方があったと思うんですけれども、私は、まあ、この材料をやめて違う経に進むという、えー、研究テーマの変更は行わずに、逆になぜこの材料が、えー、発行を示さくなくなったのかっていう、そちらの方に非常に強い興味を覚えまして、まあ、証拠を研究することに え、決めて、研究をどんどん進めていったわけです。で、研究を進めていきますと、この証拠原因というのは、いわゆる古典的な証拠プロセスではなくて、光によって電子が移動する証拠であるということを実験から証明することに成功いたしました。で、細かい話は言わない、説明しないんですけれども、こちらのエネルギー順位図からわかるように、 そうですねまあ、縦軸にエネルギーをとって横軸にこの蛍光体のガリウム濃度をとっているんですけれども例えばよく光る黄色のヤグセリウム蛍光体というのはセリウムのイオンが電子 4F 軌道という軌道に電子を1つ持っているんですけれどもその電子が外角のゴーディ軌道に遷移してその軌道から 4F 軌道に戻る時に非常に強い黄色蛍光を示します。 でその5 d 軌道のエネルギーをガリウム濃度で、えー、取りますと、ガリウム濃度が増えるに従って、高エネルギー側にシフトしていくということが分かりました。えー、また、えー、ホスト結晶において、電子が通ることのできる電動体という、えーま、電子の通り道があるんですけれども、その電動体のエネルギーというのは、ガリウム濃度を増やすことによって、えー、どんどん低エネルギー化していくということも実験から分かりました。 でつまりこの、えー、とエネルギーダイアグラムから、えー、ガリモ濃度が増えた、えー、この蛍光体においては、冷気した電子が、えー、一部電動体に、えー、電子が移動することによって昇降しているっていうことをっていうことが、まあ、明らかになったわけですで。この光雪電子移動昇降の証明というのは高効率蛍光体開発の、えー 優れた材料設計指針にはなるんですけれども、この,この蛍光体自体は効率が悪いものですので、白色 LED 用の蛍光体としては、いわゆる使えないものになっているわけです。試薬しながら、私はここでまた新たな研究のターニングポイントを迎えたなというふうに考えているんですけれども、こういうような効率が悪くて使えないものなんですけれども、見方を変えると、これは使えるものになるんじゃないかというふうに捉えました。 というのは、まあ、効率の悪い緑色蛍光体ですけれども、まあ、見方を変えますと、青色光の励起で電子移動が生じる材料というふうに見ることができます。なので、この青色光で電子移動が生じるという、その面白い物理現象を利用した何か新しい光機の性材料を展開できないかというふうに考えて、超残光蛍光体という研究に進んでいったわけです。 で超残光蛍光体は、まあ、別名、窒光材料とも呼ばれますけれども、えー、この超残光蛍光体は、冷気光を遮断した後も、えー、長時間光り続ける蛍光体のことを、えー、指します。通常蛍光体と言いますのは、えー、冷気光を当てている間しか光らないんですけれども、この残光蛍光体は、冷気光を遮断しても、一時的に光エネルギーを材料中に溜め込むことができるので、えー、このように長い時間残光を、えーえー、発光し続けることができます。 でこの超残光蛍光体は緊急避難用の標識やアナログ用の時計の文字盤などに使われておりまして、え皆さんを一度は見たことがあるのではないかと思いますで。ここで一つ皆さんに問題を出したいと思うんですけれども、この超残光蛍光体というものが初めて作られたのはいつ頃だと思いますでしょうか でこれは、えっ、ー、と、まあ、私が想像するに皆さん、まあ、数十年前から100年前と予測した人がほとんどではないかというふうに思うんですけれども、まあ、正解は、まあ、諸説あるんですけれども、まあ、1000年前というふうに捉えることができます。まあ、正直に申しますと、まあ、真偽のほどわからないんですけれども、まあ、11世紀の中国の書物、長山野六というものに、昼は見えず夜のみ現れる不思議な、えー、牛の絵の話があります。 でこれは中国の宋の大宗皇帝が手にした牛の絵において、まあ、昼を見ると牛はこの絵で、えー、草原を歩いているんですけれども、夜暗闇でこの絵を見ると、まあ、牛が寝ている絵に変わっているという話です。 でえー、この話には続きがありまして、でその大操皇帝が、まあ、その理由を家臣に聞いたところ、一人の家臣が、えー、日本人が貝殻と火山から得られた岩から作った、まあ、特殊なインクで作られて、えー、描かれているために、えーまあ、このような不思議な現象を示しているというふうに答えたという、えー、と話が、えー、この商山や六に記録されております。 で現在の知識をもってすれば、まあ、貝殻の主成分である炭酸カルシウムと炭酸から取れる硫黄から作られた、まあ、硫化カルシウム系の超酸光系抗体で、まあ、描かれたというふうに解釈することが、えー、できます。まあ、しかしながらこれは、えー、学術的な、えー、本に、えー、本なわけではないので、まあ、想像の意気を出ないわけです。 で、まあ、学術的な本に残っている、えー、一番古い長鮮光帝皇太の報告というのは、えー、1602年に発見されたボローニャ医師になります。で、これは、えっ、ー、と、ビンセッツォ・カッシャローロという方が、まあ、ボローニャ近くの パデルの山で採取した重晶石と炭を一緒に焼くことで、まあ、オレンジ色の超残光系抗体を得たというものです。でこれは現在では、まあ、バリウムサルファイト、硫化バリウムにカッパーが入った超残光系抗体であるということが分かっております。でかの有名なガリレオ・ガリレイもこのボローニャ石を手にし、この不思議な超残光系抗体のメカニズムについて議論したというふうに言われております。 で20世紀において、長山光継抗体は、このジンクサルファイド系のものに放射性物質を混ぜた自発光タイプの、自分で光るタイプの蓄光材料が作られる使われていた、夜光塗料が使われていたわけですけれども、放射性物質を使っていることから、 えーまあえー、人体にも影響がありますし、まあ、環境負荷も高いということから放射性物質の使わない超残光蛍光体の開発というものが望まれておりまして、えー、1993年に日本の根本特殊科学という、えー、企業がストロンチウムアルミネートにユーロピウムとディスプロシウムを強点化した、えーえー、高,輝度の高輝度で長,寿命の長時間、えー、残光を示す、えー、残光蛍光体の開発に成功しました。 でこのえブレイクスルー、この蛍光体、残光蛍光体のブレイクスルーになったのは、このディスプロシウム酸化の強点化でしてえ、ま、これはキドルイオンの一種なんですけれども、このディスプロシウムという元素を少し添加する、えー、しただけで、ま、結晶内にその電子を一時的にトラップすることができる、ま、一時的に溜めておくことができる、ま、部屋みたいなものを、ま、高濃度に作ることができたため、この残光系と。 蛍光光は非常に長くくまたた明るく光るとということが発見されたわけです私の研究に戻るんですけれども、私が先ほど作って紹介させていただきました、効率の悪いこの緑色蛍光体なんですけれども、これをエネルギー順位図を使って、こう、証拠プロセスを説明させていただくと、セリウムの電子が青色冷気によって冷気、 え順位に気されるとただ一部の電子はこれ電動体にま移動してまあ証拠が起こっているわけですで。この電子をトラップできる何かをこの結晶内にま導入することができれば、この電子をまあ一時的に結晶内に貯めておくことができますので、この電子を徐々に使うことによってまあ残光を有機できるのではないかというふうにえと考えたわけです。 で、ほとんどの超残光蛍光体というのは、まあ、紫外線でしか蓄光できないんですけれども、つまり冷気できないんですけれども、この、えー、我々の材料というのは青色光で電子移動が起こるので、まあ、青色光によって、つまり青色光で、青色 LED から構成される白色 LED によっても、まあ、蓄光できるような超残光蛍光体が開発可能であるというふうに期待されたわけです。 で実際に、この効率の悪かった緑色蛍光体に少量クロミウムイオンという元素をまあ添加することによって非常に強い残光を、えー、有機させることに成功いたしました。まあ、こちらに、すみません。こちらに、えー、その動画を示します。でこれは そうですね。これは、え、先ほどの緑色蛍光体に少量黒無,無イオンというものを加えたものです。でこれ透明になっているのは、えっ、ー、と、透光性セラミックスといって、光の散乱要因を取り除いたセラミックスですので、このように透明に見えております。今このように青色光を冷気しているのですけれども、まあ、非常に強い緑色波が観測されております。このように青色 LED の照射を 止めた後でもこのように非常に強い緑を残光を示している様子が、えー、分かります。でこれは等光性セラミックスで,ですね、まあ、透明で紙、まあえー、の上の灯台のロゴが見えるというの、これもまた面白い特性を示しています。でこのクロミウムを添加した、えー、蛍光体の残光輝度というのは、まあ、セリウムを単独したものと比べると、まあ、約4000倍に向上、えー、しておりまして、 粉末の既存材料と比べますと、この高厚性セラミックスの残光系統体は、まあ、約0気硬、低、え、周、ー、後、数十分が強い残光器でをしますということが、えー、分かりましたで。我々は残光色の制御にも成功しておりまして、まあ、詳細は述べませんけれども、えー、と先ほどの気取りサイト。 のイットリウムサイトがあったわけですけれども、このイットリウムを違う軌道類で置き換えることによって、セリウムのボディ軌道のエネルギー順位を少し変化させることによって、残光色をこのように青緑から黄色まで変化させるということにも成功しております。でこのクロミウムイオンの強添下の発見なんですけれども、まあ クロミウムの強点化は、まあ、いわゆる悪手であるというふうに、まあえー、言うことができます。と言いますのは、蛍光体の、えー、分野の常識として、まあ、クロミウムイオンに代表されるような繊金属イオンっていうのは、可視域に非常に強い吸収を持ちますので、そういうものを添加するっていうことは、あの、症候原因を生み出す要因にしかならないわけです。じゃあ、どのようにしてこのような、えー、クロミウオンが電子トラップとして働く というふうなことを発見したかっていう話なんですけれども、これは実はセレンディピティ的に発見したものであります。えでまあ、どういうことかと言いますと、素、ま、性、あ、は全く一緒なんですけれども、まあ、学生が作ってきたサンプルの中に残光するものとしないものがあるということに気づきました。で学生にいろいろ話を聞いてみますと、えっと、残光をよく残光を示すものは、かなり厳しい条件で粉末の混合を行っていたということがわかりました。 で、我々このサンプル、粉末の混合というものを酸化アルミニウム製のポットとボールを使って行っていますので、これまでの我々の知見から、酸化アルミニウムにはクロミウムの風純物があるということを知っていましたので、これはクロミウムイオンが電子トラップとして働いているんじゃないかというふうに考えたわけです。 なので、まあ学生がこのような厳しい条件で粉末をこう混合しなければ、このクロミウムイオンっていうものは発見できなかったかもしれませんので、まあこれはまさにセレンディピティ的な発見といってまあいいと思います。ただまあそれだけではなくて、まあいろんな要因が重なってこのクロミウムイオンの電子トラップを発見できたというふうに感じておりまして、 まずはまあ学生とのコミュニケーションがなければ、これは気づかなかったかもしれませんし、まあ、あとはクロミウムはまあ常識で考えると、あまあこれはダメなイオンなわけなんですけど、まあ、常識にとらわせる、とらわれず、えー、まあ、えー、強点化してみたということも、また、えー、これはプラスに働いたというふうに考えております。まあ、2013年頃にこのような残光蛍光体を発見したんですけれども、まあ、翌年、1年、えー 兼任していましたま地球環境学童という研究家が頭脳循環を加速する若手研究者の派遣制度に採択されまして私も1年間海外で研究する機会を得ましたでその時に、ま、全く異なる研究分野を選ぶということも、ま、できたわけですけれども、ま、この頃はこの超残光蛍光体の残光機構について非常に興味を持っておりましたし、ま、その 残光蛍光体を開発するきっかけになった蛍光体の昇降プロセスというものにも非常に強い興味を持っていました。ですので、この時は自分の研究を深めることができる研究室を選択することにしました。で えまあ個体中の電子トラップ解析の研究ということでデルフト工科大学のドーレンボス教授そしてまあユトレヒット大学え蛍光体の証拠プロセスの解明に関してはユトレヒット大学のメールリンク先生のところにまあお世話になったわけですでまあ1年間滞在しましてまあ自分の研究を深めることができましてこの1年間でやった難入っていうのは私の今の代表的な論文になっています 少しだけ、えー、その内容を、えー、紹介させていただきますと、ユ、えー、トレット,ト大学ではいろいろな仕事をしたんですけれども、えー、と白色 LED の代表的な、まあ、黄色蛍光体として使われているこのヤグセリウムなんですけれども、このヤグセリウムはもう実は高温にすると発光しなくなります。ただ、この発光しなくなる症候原因というものが、まあ、解明されていなかったんですけれども、えー、私は初めてこれが、まあ、光有機電子移動である。 というここととを実験的にに証明することに成功いたしましまで、デルフト工科大学のボーレンボス先生のところではこの超残光蛍光体に効いています電子トラップについて詳細な解析を行いました。で、いろいろやったんですけれどもこのようなエネルギー順位の構築にも も行いましてでこのようなエネルギー順位を構築すると非常に良いことがありまして、えっと、先ほど、クロミウムイオンは、まあ、セレンディピティ的な、えー、経緯から発見したというふうにお話ししたんですけれどもこのこのような、えーまあ、エネルギー順位図をま使いますと電子トラップを理論的に予測することができるようになります。でここも、えーとまあ、詳細は、えー、と述べないんですけれどもえっ、ー、とネルまあこの エネルギー順位図から、えー、とキドルイオンの中で、イッテルビウム3プラスというものが、クロミウムイオンよりも少し深い電子トラップ中心を作るということが、まあ、理論的に予測することができましたで。実際にそのイッテルビウムを強点化して材料を作ってみますと、確かに理論予測通り、イッテルビウムが電子トラップとして働くことを確認いたしました。 でこれはクロミウムよりも少し、えー、トラップ深さが深い、つまり電子の解放温度が高いために、えー、室温で電子の解放スピードが非常に弱いために、えーと、初期強度は弱いんですけども、非常に長く残光し続ける蛍光体でして、これは、えー、と 5, 日5日間という非常に長い時間残光し続ける、えー、蛍光体になっております。 で、えっ、ー、と、まあ、最近では、ま、超残光蛍光体のバイオイメージング応用という研究展開も行っておりまして、で、えっ、ー、と、これは、ま、2007年に、シャーモントらが、えっと、蛍光プローブを使ったバイオイメージングにおいて、蛍光プローブの代わりに残光蛍光プローブを使う ことによって、まあえまあ、霊気外部からの冷、ね、気光照射というものをが必要ありませんので、えーまあ、細胞からの発光が低減できて、非常にノイズの低いイメージング画像が取得可能であるというふうに、えー、と提唱しました。まあ、具体的には、まあ、このように残光蛍光体を外部で蓄光して、蓄光後、まあ、マウスなどの生態に、まあ、注入して、その後イメージングを行うと。 いうことですこのような、えー、と応用を考えたときには、残光傾向は、まあ、生体を通ってくるわけですから、生体透過性の高い波長で、まあ、光る必要があります。こちらにえっ、ー、と生体の吸収スペクトルを示しているんですけれども、まあ、いわゆる生体の透過性の高い波長というのは、まあ、近赤外、えー 息の光になりますので、まあ、近赤外域でまあ残光する蛍光体があれば、この応用にまあ合致した残光蛍光体ということになるわけです。で我々が開発したこの緑色残光蛍光体に、この近赤外で発光を示しますエルビウムイオンというものを少量添加することによって、我々は近赤外超残光蛍光体の開発にも成功いたしました。でこの仕事は、えー えー、当時ドクターであった柊、えー、君の、まあ、仕事なんですけれども、まあ、このように、えー、近赤外のカメラで、えー、残光の様子を撮りますとエルビウムという元素を入れたものだけが残光している様子というものが見て撮れます。 えー、ただ、まあ、これを、このような近赤外超残光蛍光体を、まあ、外部で蓄光して、まあ、生体に入れるという応用においては、まあ、これこの残光蛍光体は使えるんですけれども、やはり体内に注入した後、残光強度っていうのは時間とともにどんどん減衰していきますので、やはり再チャージング、再活性化したいという要求が、まあ、あります。まあ、しかしながら、この蛍光体は青色光でしか、まあ、チャージングできませんので、青色光の生体透過率は低いの、えー、生体透過性がまあ低いので、 まあ体内に入れた後は、まあ、再チャージングができないということになります。まあ、そこで、我々は、まあ、それであれば、まあ、生体透過性の高い波長で痴光ができて、まあ、近赤外で光るような超残効果形態を、蛍光体をま設計しようということで、え、開発を行いました。 でその時に私はこのような窒化物蛍光体というものに着目いたしましてで、えー、ま残念ながらこの蛍光体を我々で作成することができ,ませんのでできなかったので、まあ、京都大学の研究者交流事業を利用して、えー、台湾の国立大学によのルーシー・リュウ先生のところで、まあ、この蛍光体を作成させていただきました。 でこれは非常に、えー、と面白い蛍光体でして、まあ、赤色でこのように光るんですけれども、実際この赤色光でも、えー、冷気ができて赤色光で光るというものです。でこれの、えー、と発光特性はそんなに良くなくてですね、室温で、えー、やはり証拠を示すです。で でこれまで私は電子移動による証拠をいろいろ研究してきましたので、まあ、この蛍光体においてもまあ電子移動があるというふうに、ねまあ、感じたわけです。で実際にいろいろ研究してみますと、えまあ、確かに、ね、この蛍光体も、えー、赤色の冷気光によってまあ電子移動が生じる材料であるということを発見しまして、えー、さらにこの660ナノメートルの赤色光で蓄光ができ、800ナノメートルの近赤外光で残光するという 蛍光の残光蛍光蛍体の開発に成功しましまたでこ,の、えー、この冷気波長である660も発光波長である800ナノメートルの光も、まあ、生,体生体透過性の高い光ですので、まあ、生体に見,た、えー、見立てたこういうようなハムを残光蛍光体光光の上に乗せて、えーまあ、実験を行ったんですけれども、えー、と問題なく窒光と残光の検出が可能な残光蛍光体になっております。 このように我々はこれまでいろいろな応用に向けて残光蛍光体を設計してきました。これまで残光蛍光体っていうのは偶然に発見されるものだったんですけれども我々はその残、まあ、光蛍光体を設計できるという、えー、研究のテーマにおいて、まあ、様々な、えー、残光蛍光体の開発に、えー、現在も取り組んでいます。で最後に、えーとえーまあ、光らないから光を続ける。 というのがメッセージになっていると言ったんですけれども、えー、とまだ私の経験から、まあ、研究キャリアにおいて研究の当たりを引くというのはそんなに多くないというふうに感じております。なので、大抵はまあ資料が合成できないとか予測した結果と異なる、または特性が悪いなどキャリアにおいて 結果ができない、出ない、光らない時期が大いにあると思います。しかしながらそういう経験は決しては、決して無駄にはならないというふうに感じておりまして、研究に対する好奇心の灯火を絶やさずに最後までりしぶとく光り続けて研究をし続けるっていうのが大切ではないかというふうに思っております。で最後、コロナ禍での研究状況。 と話ということなんですけれども、えー、とまあ京都は首都圏と比べるとコロナの感染者数,感染者数がそこまで多くありませんので、えー、まあ前期においてはまあ研究活動はできてはおりました。しかしながら、このコロナ禍の現状をなんとかまあプラスにしようということで、まあ、いろいろえ取り組んだこともありまして、1、まあ、つとしてはまあ実験設備のリモート化を 行いましたまあ、これサンプルは残念ながらセットする必要があるんですけれども、えー、と光学測定を一部、えー、とリモート化したので、まあ、やろうと思えば自宅からでもまあ実験ができることが、えー、実験をすることができます。 あとは、積極的にオンライン学会の作家、参加を今現在は行っております。まあ、これ、海外に行かなくても最新の国際共同、国際研究発表をまあ調講できるという非常にいい機会ですので、まあ、知識を蓄積するということをまあ考えまして、まあ、積極的に学会へ参加しているというのが、現在コロナ禍における、例年と変わったところという感じであります。 えー、以上で私の発表、講演を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。